消防自動車は出動です。消防署の消防訓練です。2台のはしご車がはしごを伸ばしています。隊員がロープを伝わり屋上に向かっています。救出に向かう隊員。市原消防局は石油化学コンビナートなどの特殊災害に対応する消防用ロボットを全国で初めて実戦配備しました。配備されたのは飛行型偵察監視ロボットスカイアイ、装甲型偵察監視ロボット、ランドアイ、放水泡ロボット、ウォーターキャノン、放水延長ロボット、タフリーラの4台と指令システムを搭載する搬送車です。救出者を救急車に搬送する。建物の倒壊の恐れがあるため、隊員は
建物から脱出する。放水始め。